選手交代があるようです。後半のホイッスル、ドルトムントボールのキックオフです。シャヒン、田川慎二、パトリック・ヘアマン、ジョンソン、スティンドル、ゴールラインを割ります。これで同点です。リプレイをご覧ください。ボックス内から蹴りましたね。右に置きに行くようなシュートです。ヤンシュケ、これは惜しい。ヘッドは浮いてしまいました。まあいい形でしたから、次は決めるでしょう。マティアス・ギンター、香川真司、マッツ・フンメルス、ドルトムントのボールでスローインです。チャンスは終わりません。ドルミッチ、トルガン・アザール、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。イルカイ・ギュンドアン、香川真司、キーパー反応した。ボールを弾く、タッチラインを割りました。スローインです。流れを変えるべくピッチに選手が投入されます。パトリック・ヘアマン、トルガン・アザール、トニー・ヤンシュケ、オスカル・ベント、ジャンプしてかわした。香川真司、トニー・ヤンシュケ、ボールを奪いに来ました。ディフェンダーを抜いた。ディフェンダーがクロスをさばきます。スティンド、クリアしました。これは危なかった。最後のところで踏ん張りました。さあどうだ、打った、止めた。ボールが転がる。気迫が伝わるセーブでしたね。この試合分かりませんよ。香川真司、ムヒタリアン、止める、止めます。こういったプレーが出るんだから、まだまだ試合の流れを持ってくることはできますよ。諦めちゃいけません。香川真司、ギュンドアン、遠目から打ってきたシュートもこれは外れます。得意の形ですからね。フリーで打たせたら危ないですよ。トニー・ヤンシュケ、マーティン・シュトランツル、香川真司、ヌリシャヒン、相手に渡ります。攻撃はここで止められます。コーナーでリスタート。
ティアス・ギンター、マーティン・シュトランチ、トルガン・アザール、組み立ては良かったんですが相手ボールになります。キュンメルス、キーパーボール、ドルトムントにファウルがあったようです。レフリーイエローカードを提示します。選手が変わります。1枚イエローをもらっているからということでしょうか。シュトランツ、再び戻す、つまらないミスでボールを失いました。シャヒン、突破しました、決めに来た、ゴールだ、入った。この時間にドラマが待っていました。重要なゴールとなりました。違うアングルから見てみましょう。トルガン・アザール、ギュンドア、これはいいぞ、ムヒタリアン、決めた、ドルトムント。これはちょっと止められないでしょうね。こちらのカメラからの映像です。パトリック・ヘアマン、ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を、ドルミッチ、ボールは枠をそれました。主審がゲームを止めます。オフサイドです。ジャカ、笛が鳴ってタイムアップ。ドルトムントの勝利で試合が終了いたしました。ボールポゼッションでは大きく差がついた展開でしたが、よく耐えて勝利を手繰り寄せました。苦しい試合をものにして、これはチームも盛り上がりますね、堀池さん。はい、よく耐えてましたよ。結果も残せたのでムードは良くなりますよ。
前に入ってきた。ラファエル。イルカイ・ギュンドアン。オバメヤン。ゴール、ゴール、ゴール。つまらないミスでボールを失いました。シャヒン。いいパスだ。決めに来た。ゴールだ。入った。この時間にドラマが待っていました。イルカイ・ギュンドアン。これはいいぞ。ムヒタリアン。決めた。ドルトムント。ディフェンダーがダッシュしました。クロスの精度を欠きました。